これは海上保安庁が昨日撮影した最新の映像です小笠原諸島の西之島と合体した新しい島は噴煙を上げていて今も成長中です去年11月に出現した時と比べておよそ40倍の大きさになっているということです海上保安庁は今回の観測で溶岩流が島全体を覆い陸地として固まり始めていることから 今後数百年は島として残ることが確実になったとしています。